おはようございます。藤原家のモーニングルーティンです。よろしくお願いします。あ、ちなみに今日は日曜日です。ですので家族全員で朝寝坊な感じです。今チビランドちゃんちょっと右手を骨折してますので幼稚園休んでる時期になりまして、またお弁当作ったりとかそういうのがある日のモーニングルーティーンは手が治ってから撮影させていただきたいなと思ってますので、今日は日曜日の、藤原家のモーニングルーティーンです。お願いいたします。そろそろ家族も起きてきます。鬼滅のたまごっち今日が出てる。やばい。え、いや。はやってる。あ、しかもごっさボロボサだよ。おはようございます。おはよう。おはよう。頭ボサボサですね、みんなで。私そうでもない。ん、私そうでもない。おはようございます。よいしょ。ミランド、何これ？いちご？パパの朝ごはん？ありがとう。何してんの？これ。ああ、はねまりちゃんにもらったやつ。うん、パパ朝ごはんどうする？パパ朝ごはんなんか適当に自分でやろうかな。うん、今ヨメランドさんはチミランドちゃんと自分の朝ごはんを準備中でございます。見て、これ自分でリボンつけたの。え、これ自分でリボンつけたの？すごい。あ、これ電池変えてあげないとね。じゃあこれで電池を入れよう。それ電池じゃないよ、それ。これ電池だよ。これ電池だの？それはすごいありがたいけど、こうやって入れるんだ。おしょうこしょう。おしょうこしょうって何？で、ラーメンそばを入れるんだ。わかんない。ママ、なんか赤ちゃん指が爪黒くなってきてる。それあれでしょ、なんかクレヨンがついたままなんじゃない？後で切ってあげるよ。いやいや、
これ捨てる？捨てる。はい。あ？つかない。これ何これ？これで誓えたの？壊れちゃった。電池じゃないんだこれ。ね、チビランドのおでこしか映ってない。おでこしか映ってない。ねえ、これなんで光るか見せたい。見せたい。はい、それなんですか。これはこの半分のボタンを押すと、うん、光った。これはどこで手に入れたやつですか。映画。映画だね。プリキュアの映画行った時にもらえたんでね。近いよ。で、近い。え、先生、いい匂いがしてきた。何の匂い？朝ごはんでしょ。うん。何それ？あ、コーヒーが届きました。昨日と同じ。昨日何食べたっけ。ママ忘れた。昨日卵と、あ、卵あるよ。でもウィンナーは昨日食べてないじゃん。あとバナナあるよ。あと野菜。今パン焼いてる。編集さんって人たちが大変だけど猫ちゃんにしてくれるから、とりあえず朝だしね。競争しますか。よーい、スタート。あー、おせつおだ。あー、押された。いや、ずるいや。パパの方が早かったんちゃう？もう一回やる？よーい、パパ両手だったらね、ずるいね。よーい、パパもこっちのお手で投げる。よーい、スタート。先に潰してるやん。だってパパ押しちゃう。よいスタート。チビランドを言っていいよ。よいスタート。あ、ずるい。パパより先に始めた。ずるい。あ、これはパパ勝てるぞ。よっしゃー。あ、ずるい。あ、すごいぴったりだ。気持ち悪い。このパンすごい美味しくてさ、今焼いてるやつ、うん、ちょっと焼いてからしばらくトースターを。いや、悪い。あ、そう。鬼滅の卵っち。はーい。おちびさん。成長させて、イグロオバナになりました。ご飯あげとく？なんでこっちから食べなさい。パンまだ熱いから。ちょっと待って。なんで？あ、パン来た。うん。はい、チビランドちゃんのご飯。トマト、キュウリ。ボサボサだね。卵。ウインナー。いただきます。パン。バナナでございます。はい。うん。だいぶ左手も上手に使えるようになりましたね。よろしいですか。
幼稚園の時は着替えてから朝ごはんだけど、もう土日なんてこんなだよね、うん、朝ごはんの中で一番好きなものは何ですか？卵？パン？あ、パンね。なんでさ、あの卵って言ったの？ん？卵を刺してるように見えた。お野菜も食べてよ。うん、誰か泣いてるね、お外。誰？誰か、ちっちゃい方がお外で泣いてたね。アリーナーって言ってた。アリーナーって言ってた。はい、そしてこれが嫁ランドの朝食。おちびと一緒だよ。おちびの約倍。いいじゃん、体倍があるんだから。いいよ、別に悪いとは言ってない、うん、お腹すいたな。2人は朝パン派なので、うん、私は大体いつも違う朝食をいただきます。パパ食べない派じゃん。食べないもあるけど、今日は食べようかな。うん、朝、うん、そんなに落ちさないで。なんで？うん、ここ汚いから。そんなのないでしょ。じゃあちょっと私も朝食を作ろうかな。はい、なんかパパも作ってあげないでかわいそうとか言われるの、私。言われないでしょ。自分で作って偉い藤原ランドって言われたいの？偉いとも言われないでしょ。おのおの好きなものを食べる。そうそうそう。よし、何食おうかな。冷凍ご飯ならあるよ。冷凍ご飯食っちゃうか、うん、さあ、それでは私、藤原ランドの朝食はですね、冷凍ご飯なんですけど、ここに最近絶賛ドハマり中の浜乙女さんの悪魔飯というふりかけみたいなやつですね。これがむちゃくちゃ美味しいので、これをかけて食べたいと思います。おお、悪魔飯、まあかなりやみつきになりますね。青じそ、青のり、天つゆの香りと、そこにこう天かすが入ってて本当に美味しい。さあ、そして私はですね、ここにプラスアルファ卵をかけさせていただきます。はい、こんな感じ。この楽な朝食が絶品でございます。よいしょ。一人暮らしの人が朝食みたいです。うまい。もう一個の方も食べた？食べた。最高。今どっち？青じそ入ってる方。うん。黄色い方。あ、こっち食べてない。うま。ハロウィンした時にね。うん。ハロウィンですね。うん。あれで。煉獄さんの格好してる。子がいたのよ。男の子、うん、うん。ママはどうして煉獄さんに話しかけなかったのっていうチビが。なるほど、うん、あれだけ好きなのに、あの日公園に煉獄教授郎がいたのに、うん、ママは喋りかけなかったんだ。だからでも普通に知らないおばさんから話しかけられたら怖いでしょって言っといた。任務中だったからじゃない。その夢のある返しできなかった。
知らないおばさんから声かけられたら怖いです。知らないおばさんって誰？ママのこと。任務中だったんだよ、煉獄杏寿郎は、うん、鬼だと思って切られちゃったら嫌だし。公園で鬼探してたんだよ。邪魔しちゃ悪いでしょ。あ、うまい。早っ。食べ終わる。超美味しい、この生協のパン。これ生協のパンなんだ。そうなの、かぼちゃパン、うん、外カリカリで中ふわふわで超美味しいよ。シビランドちゃん骨折して12日目ですけど、13日目かな、うん、うん、もうちょっと前のレントゲンで骨がくっつき始めてるということで、ね、隙間空いてたとこ白くなってたね。子供はすごいなっていう。でちょっとグッパーできるようだよね、うん、お出て、おお、すごいすごいすごい。私多分同じぐらいの時期にこれ怪我したんだけど、まだちっとも治ってない。どれ？これ、うん、なかなか大人は治んないのにね。子供は？子供はすぐ治るね。子供はすごい。だって爪も切っても切ってもすぐ伸びるもん。うん、なんでそれ伸びんの？代謝がいいから。新陳代謝がいいんだよ。誰？誰じゃない、新陳代謝さんじゃない。でもこの体の中に入ってる新陳代謝さんがすごい動いてんだよ。かわいい人？かわいい人、こんなちっちゃい人、チッ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 、いっぱい元気に動いてるから爪も伸びるし、髪の毛も伸びるし、お肌もピチピチだし、いいね。ピチピチ。おいしいでしょ。おいしいよね、それ何もつけなくてもこんなに甘くておいしいよね。かわいいね、子供がパン食ってる姿。そう、かわいいね、一人で。すごい大きく見えないパンが。チビランドちゃん、かぼちゃさ、うん、天ぷらだと食べてくれるんだけどさ、うん、なんか煮たやつとか食べてくんないの。さつまいもは好きなんだけど、だからちょっとこういう練り込まれてるやつとかかぼちゃ味があると買っちゃうんだよね、うん、あと牛乳も飲んでくれないから、こういうスクランブルエッグの時入れたりとか、うん、食べ食べ。ママ、ちょっと胸を貸して。うん、うん、あー、昨日来た男の子の友達の名前なんて言ったらいいって。あー、賢いね、言っちゃいけないと思ったんだ、うん、偉いね。音男ともランド、男ともランドじゃない。いや、じゃおかしいでしょ、男ともランド。男ともランドじゃない、男ランドじゃない。男もランド、いや、男子ランド、メンズランド。メンズランド、メンズランドでいいんじゃない。メントモ、メントモ、ビットモみたいでいいじゃん、メントモが。どうしたの、むしろ、うん、彼がどうしたの？彼がどうしたの？何、彼って？うん？あの子がどうしたの？昨日来た男の子がどうしたの？なんか言わんな。なんだよ。なんだよ。なんだそれ。小声で言うようなことじゃないじゃん。モーニングルーティンってどこで終わったらいいの？え、でもモーニングルーティンってさ、何時に何々をする、何時に何々をする、何時に何々をするみたいなでしょ。うん、まだ朝ごはんしか食べてない。よそ様のはな、うん、うちのルーティンは大体もうマジでそのまんま流してるから、何時何々なんてその日によって違うやん、休みの日は。ああ、てか正直さ、幼稚園行く時のルーティーンって別にみんな一緒じゃない？何時に何々して、何時に起きて、何々してトイレ行ってご飯食べて、それがうちと一緒かみたいなことなんじゃない？
面白いの、それ見て。ランドちゃんがね、ママのスマホを持ってきてくれようとしたんだよね。そしたらそれが足の甲に落ちてね、泣いちゃったんだよね。あれがパパがもうなったことあるかってことでしょ。あるでしょ。あるよ。子供の時はスマホないもん。そうだよ。黒電話だよ、パパ。見たことないよね、黒電話なんて。ジリリリリってなるんだよ。黒電話ちゃうで、さすがに。嘘。いや、それは私実家にあったよ、黒電話。怖っ。それすごいね。なんで黒電話を、じいちゃん家は黒電話やったよ。あったよ、だってじいちゃんばあちゃん住んでたもん。黒電話はじいちゃん家やったわ。このジコジコ電話やろ、だからそうだよ、あったよ。ジコジコはもう実家の方やわ。あった。もう一応このプッシュではあったよ。あ、じゃあ新しいお家だからだよ。だってもう家電知らないんだから、この世代。そうだ、家電知らないんだ。受話器のマークとか意味わかんないんだ、じゃあ。そうそう、だからこれの意味がわからへんって。要は漫才やるやん。うん。何このな長いのって。こうでしょって。もしもしじゃん。うん、俺ら世代はもうついこうやっちゃう。なんか気は運転そう。スマホじゃないじゃん。そう、ボタンついてるやつ、あれあれ。奈良ばばんちにもあるでしょ。あれあれ、昔はあれしかなかった。電話ってみんな持ってなかった。ごちそうさま。はい、お手手拭くよ。あ、拭いた。おー、エロい。チビランドちゃん着替えて今日のファッションポーズする。よし、じゃあパパも着替えよう。これは何ですか？ねずこの箱ですね。ちゃんと入ってください。ねずこさん、朝ですよ。出てきてください。ねずこは陽光の光が嫌いだから。ねずこ、朝ですよ。出てきて。起きて。ねずこさん。ちょっとノックしないとダメだ。朝寝坊だな、ねずこさんは。あ、ねずこさん、起きてください。開けますよ。起きてください。ねずこさん、ちょっとちょっとちょっと、朝ですよ。起きてください。起きてくださいよ。ちょっとあなた何回寝るんですか？あ、起きてください。ちょっと、しました。チビランドちゃん、なんか見せたいの？このユニコーンの指輪。ユニコーンの指輪、もっと前に出してあげて。そうそう、ユニコーンの指輪です。はい、ということで、今日はこれから、藤原家の予定は、もう一本藤原ランドの撮影、冷凍餃子で一番美味しいのはどれかというのを決めたいので、そちらの撮影を行いたいと思います。ということで、本当に、何にも特にこれといって、事柄が起きるわけではない藤原家のただただ日曜日のモーニングルーティンでした。チャンネル登録の挨拶をお願いします。せーの、チャンネル登録よろしくね。待ってみてね。バイバイ。バイバイ。よろしくね。